皆さん、こんばんは。マーティン、第のミラクルボーイ、キングタクです。今日は古典の作品の話、万葉集。まあ、最古の和歌集とも言われ、奈良時代の、はい。これですね、はい。これ、最古で作られております。まあ、奈良がメイン。はい。古今和歌集と新古今和歌集、まあ、違いますけどもね、いろいろと、はい。これが、まあ、いろいろありますね。これが三大歌風の比較。歌風ですね。歌風ですね。はい。まあ、新鮮万葉集もあるし、まあ、あとは小異名とか、いろいろありますね。小説。こういうのは確かに勉強になりますね。はい。まあ、あとは、小村百人一首、皆さんご存知でしょうか。まあ、百人一首、昔は勉強になりましたし、取りましたね。覚えてますよ。竹取物語、知ってますよね。かぐや姫。これ、映画になりましたね。伊勢物語。これ、最初の歌物語でございます。源氏物語、紫式部、有名なものです。これね、日本語難しいですね、源氏物語はね。今日は作品の世界もいろいろあるけど、長くてもまあ、多いですね。あとは、平家物語。これ難しいですね。藤原氏、源氏。こういう人物も関わってます。枕草子、皆さんご存知ですか？春は明け物、夏は夜、秋は夕暮れ、冬は勤めての4つ。あとは、方丈記。これ難しいもんですね。つれづれ草、そろそろ、野村萬斎さんやってましたね、日本語であそこ。これですね。さらしな日記。あとは、これ難しいね。今昔物語とか。その他もろもろありますね。はい。あとはまあ、その他あるけども、ここまでにします。バイバイ。